はい、それではね、メルセデス・ベンツ、S クラス W222 のね、このコマンドシステム、こちらの丸いやつですね。これをね、くるくる回して、まあ、ナビとかね、オーディオ関係、他にもね、いろいろ詳細の設定をすることが、この車はできるんですけども、そちらもね、ちょっと一回いろいろ触ってみたいと思います。で、通常のナビ画面からね、この丸いコントローラーっていうんですかね、これを押すと、この画面にね、なるんですけども、ここでナビとかね、あとはラジオ、あとメディア関係、オーディオ関係とかね、DVD、こちらをね、いろいろ操作したりすることができるんですけども、この車両設定ですね。すごいね、もう画面が、なんていうんですかね、ゲーム画面みたいな感じになってますけども、この車両設定、こちらを押すとですね、細かな設定をすることができます。で、ちょっと見てみると、キーアンサーバック、これはね、キーかけた時にね、クラクションを鳴らしてくれるという機能ですね。ちょっとこれオフにしてます。あと、まあシートベルト調整、これシートベルトね、まあ、カチッと差し込んだ後にですね、自動的にその乗ってる人の体格に合わせてね、最後キュッと締めてくれるという自動シートベルト調整機能です。で、6時のミラー格納、要はね、キーかけた時に自動でミラーが格納されると。ロケーターライティングイルミネーション、エンジンね、キーをオープン、開けたときに、あとはね、エンジン切って降りたとき、画面の部分がね、光って照らしてくれると。で、これある程度のスピードに乗ったときに自動で、集中ドアロックしてくれるというやつですね。で、これはエンジン切ったときにですね、ルームランプが、15秒でね、消えますよと。いうものですね。車外ライト残照機能。で、牽引アラーム。これはね、オンにしておくとですね、まあ、引っ張られた時に画面のね、部分が光るというものですね。室内センサー。これ中に人がいてるとき、人がいないときに何かが起きた場合にね、光って知らせてくれると。で、これトランク、開口高さ制限。このトランクのね、上がる高さですね、角度、これをね、設定することができますよということですね。で、アンビエントカラー、これね、車内、まあ、こういった部分ですね、ちょっと、わかりますかね、今、ブルーにね、光ってるんですけども、ここのね、色を変更することができるということで、今現在ブルーなんですけども、ちょっと昼間はね、これ分かりにくいんですけども、夜はね、かなり雰囲気が変わります。黄色、ちょっと分かりにくいですね、黄色ね、サンセットオレンジ、赤とかはね、結構昼間でもご覧のようにね、わかります。ここの下ずっとね、ここの部分が光ってますね。まあ、7色から選ぶことができますと。で、これはアンビエントライトの明るさですね、5段階で好きなように設定することができますと。で、イージーエントリー、これはね、乗り込んだ時、まあ、降りる時ですね、自動でこのハンドル、あとはシート位置、これをね、自動で動かすことができると。まあ、乗り降りしやすいようにですね、乗り込んだときはハンドル位置がね、運転操作の位置に来まして、エンジン切って降りるときはね、降りやすいように上に上がってくれるというものです。
ですね。はい、で、これが車両設定で、あとはシートの設定、360度カメラの設定、エネルギーフローですね、はい、見ることができると。燃費で、あとはデジタルのね、取扱説明書っていうのもこのコマンドシステムでね、確認することができると。もうコンピューターですね、もう。はい、こんな感じです。でもね、メルセデス・ベンツ S クラスのね、コマンドシステムをね、ちょっと見てみました。